これはいつかの未来のある島国の話。世界は異能を宿し、高度に発達した新人類軍セプティマホルダーに支配されていた。わずかに残った異能を持たない旧人類はマイナーズと呼ばれ、人類進化推進機構スメラギによって見つかり次第殺処分される運命にあった。ここもだいぶ荒れ果ててるね。それでも比較的マシか。今まで見てきた場所よりかは。スメラギが管理する都市はあんなにきらびやかなのにね。ここにも生き残った人いるのかな。ねえアキラくん、敵だ。え、本当だ。セプティマの反応多数、熱源反応もあるし、スメラギのやつらかな。一般のホルダーはスメラギの管理区画から出たりはしない。こんな場所にいるの。スメラギの特殊部隊ぐらいのものか。どうする、アキラくん。知れたことだ。行くぞ、ロロ。オーケー、ミッション開始だね。
ナナ。オーケー、アキラくん。強い。決めた。おっと、アイクロコンビネーション。フュージョン。その姿、お前がイクス、マイナーズどもの希望を語る我らスメラギの旧敵か。他の者が俺をどう呼んでいるかなど知らんな。それよりも教えてもらおうか、バタフライエフェクトの所在を。相手が誰であろうと力ずくで聞き出すまでだ。我が名はグレイド。大いなるスメラギの意志に基づき、イクス、その首切らせてもらう。行くぞ。フン。その程度かイクス、その首落とさせてもらうぞ。滅せよ。そんな、カゲロウを無効化するなんて。とどめだ。アキラくん。何？煙幕。今だよ、早く、こっちに。誰？いいから早く、こっち。行くぞ、ロロ。ちょっと、待ってよ。今の声、仲間が潜んでいたか。まだ遠くにはこの気持ちの悪さはタイムリミットか。くそ、間が悪い。
ここは。はじめまして。ここはスラム街の地下に広がる秘密基地。おお、ちなみに私は琥珀って言います。この地下に住むマイナーズたちのまとめ役、まあお姉さんって感じかな。なあなあ琥珀姉ちゃん、本当にこいつがあの白き鋼鉄のいくつなのか。鎧はかっけえけど思ってたよりひょろっちいのな。もっと鬼強そうなのを想像してたぜ。ほら京太、イクスさんに失礼だろ。はじめましてイクスさん、僕はジンって言います。こっちの子がマリア。マリア、外の見張りに行ってくるのです。おいマリア、一人で行くなって。ったく、あいつはしょうがねえな。俺も行ってくるよ。いくつの兄貴、後でロロ見せてくれよな。ちょっと二人とも。ああ、行っちゃったよ。すみません、イクスさん。みんな外の人に会うのは初めてなんで、緊張してるのかも。二人だけじゃ不安なんで、僕も見てきますね。琥珀さん、ここの案内は頼みましたよ。おいさ、任された。イクスさん。変な感じだね。それにしても白き鋼鉄のイクスか。あの噂ここまで広まってたんだね。うん、闇ネットの書き込みで見たことあるよ。真っ白な鋼鉄鎧をまとってイクスマークを敵に刻み込む、ものすっごく強い戦士の都市伝説。希望の歌姫ロロを引き連れてマイナーズたちを助け歩く私たちの希望。それってあなたのことなんだよね。いや、希望の歌姫だなんて照れるな。誰が吹聴しているのかは知らないが、俺はそこまで大層なものじゃない。そうかな。さっきの戦闘だってスメラギのセプティマホルダーたち相手に一歩も引かなかった。そんなこと大人にだって無理だよ。だからきっとあなたは私たちマイナーズの希望。少なくとも私はそう思う。勝手に思われても迷惑だが、大人か。姿が見えないな。ここにいるのは君たちだけなのか。私はもっといたんだけど、みんなスメラギに殺されちゃった。生き残ったのは私たちだけ。京太たちもああして明るく振る舞ってるけど、いつスメラギに殺されるか本当は不安でいっぱいなんだよ。だからそのずうずうしいかもしれないけど、できれば私たちと一緒にいてもらえたらな、なんて。そうか、この場所は連中にも見つかっていないんだな。うん、今のところはだけど。活動拠点を活動拠点を提供してくれるなら、その間はお前たちを助ける。それでどうだ。本当に？ありがとう。いいよ、ここでよかったらじゃんじゃん使って。イエイ、交渉成立だね。何かしてほしいことがあったら言え。できる限りのことなら聞いてやる。
キラ君、ロロちゃん。いやいや、どういたしましてだよ。アキュラ君か。これからよろしくね。自分の家だと思ってくつろいでいいから。じゃーん、どう似合ってる？ロロちゃん、どうしたのその姿。もちろん似合ってるよ。なんか神々しい。ああ、戻っちゃった。さっきのはモードアウェイクニング。ミッション中、アキュラ君の体力がゼロになった時に変身して、歌の力でアキュラ君を覚醒させることができるんだ。しかも覚醒中はアキュラ君がどれだけブリッツダッシュしてもブリッツが減らなくなるんだよ。まあ、アキュラ君がピンチに陥った時だけ発動する奇跡の歌姫モードってところかな。あくまで偶発的に発現した未知の力、奇跡の産物らしく、発動するかしないかはランダムだがな。それってもしかして僕を責めてる？でもさ、この力ってどっちかっていうと僕よりアキュラ君の気分に左右されるみたいだよ。深層心理ってやつ。出撃前にこうやって誰かと楽しくトークしとくと達成確率も上がるみたいだし。へえ、そうなんだ。じゃあいっぱいおしゃべりした方がいいね。今夜は夜通し語り明かしちゃおうぜ、アキラくん。あ、遠慮しておく。
やあ、君がイクスだね。ここを監視してる兵士から連絡があってね。待ち伏せさせてもらったよ。許可なく喋るな、リベリオ。死刑執行が早まっても知らんぞ。ごめんごめん、所長さん。でも、久しぶりに刑務所の外に出られたんです。少しは饒舌になる僕の気持ちも分かってもらえると嬉しいな。こんな埃臭い場所でも貴様にとっては外の世界というわけか。変身許可はすでに出ている。しっかりとお役目果たしてみせろ。分かってますよ。僕だってずっと刑務所暮らしはごめんですから。コントラクト。はっ。やれやれ、お目付け役のはずなのに帰っちゃいましたね、彼女。まあ、さてイクス、僕も別に君に恨みがあるわけじゃないけど、君を倒せばスメラギが減刑してくれるって言うからね。
僕もそろそろ家族の顔が見たいんだ。全力でやらせてもらうよ。おっと、覚悟はいい、くらえ。おっと、砕けろ。はっ、おっと、覚悟はいい、くらえ。おっと、砕けろ。はっ、おっと、覚悟はいい、くらえ。おっと、覚悟はいい、くらえ。おっと、砕けろ。はっ、まだまだ。おっと、砕けろ。決める、行くぞナロ。オーケー、アキラくん。はっ、すごいすごい、決めた、決まった。はっ、最強コンビネーション。おっと、いかに君でもこれなら負けない。終わりにしよう。クリムゾンデススレッド、これで。何、お別れだ。いやいくよ。はっ、あっ、おっと、いかに決めるか、これなら。おっと、覚悟はいい、くらえ。おっと、いくよ。はっ、あっ、みんなごめん。スメラギの翼戦士は強いセプティマを持つ国民の中から無作為に選出される。それがたとえ重罪人であってもな。そんなことよりも他のホルダーが来る前に食料を運び出そう。いくつか食べられるものもあるだろう。相性がある。敵ごとに有効なエクスウェポンを見つけることができれば戦いを有利に進められるだろう。ほえー、やっぱりアキラ君ってすごいんだね。